皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、9月24日電波についてなんですけども、だいぶコンピューターの AI が、暴走しています。昨日、アップロードした、内容で、昨日僕が見たときは、スポーツのその結果について、19時までに全て試合終了で表示されてたんですよ。一瞬おかしいなと思ったんですが、どこか18時から試合あったはずだけどもって思って、で、今度から写真いちいち撮らなきゃならないのかなと思って、画面をね。で、一回写真を写したら、これね、僕を読み間違いの方向に持っていこうとコンピューターが、してるんですけども、こういう表示で、この写真を写した後、次どういう表示になったかっていうと、時間帯は変わってないけども、試合開始の。だけども、ランを変えてくる。これが自動。で、ここは、このプロ野球速報に関しては、Yahoo、ソフトバンク。大元は。で、どう考えても、本当は孫正義さん、中国系の方でしょう。で、特に喧嘩する気もないので、そのソフトバンクのね、今日本人として残られている方も、孫正義さんも結構な年齢じゃないですか。で、今日、ビートたけしのテレビタックルっていう番組を見たんですけども、そこで、メガネをかけた髪の毛を染めてる男性の方はどっか見覚えがあるなと。まあ、それで、心当たりがあるのが、アンラッキーモルフェイスというバンドの、メンバーの方なんじゃないかなというところなんですよ。もしくは、和楽器バンドさん。もしかしたら、その昔の映像を使ってたりしていて、僕より年上の方かもしれないです。そのビートたけしのテレビタックル自体が再放送で、だと思いますよ。内容、何か見たことあるなって思っていて、何かおかしいなって思っていて、年齢調べたんですよ。阿川佐和子さんが、ちょっと待ってくださいね。本日は2023年の、9月、最初画面見せましたけども、デジタル表示の阿川佐和子さんが69歳、ビートたけしさんが76歳なんですよ。普通65歳になったら仕事降りなきゃならないんですよ。で、純利益がない、純利益を出すにはどうしたらいいだろうっていうことで、昔の映像を何回も使い回ししてる。だからもうテレビ局合併した方がいいですよ。もう無理ですよ。もうこんなにむちゃくちゃな世の中だったら。だから管理する人がこの映像を本当に今放送してもいいのかなどうかな、これが分かってないですから。多分ですよ、およそ。それを放送したらどうなるのだろうっていうところが。もともと、藤原台のエコリラとか、その後できたステップ、エコリラの中にね、ペットショップがあったんですよ。で、それを、もうやめさせなあかんっていうことで、周り近隣ペット、放置されるから。で、捨てに来る人は捨てるから、本当に犬とか猫。で、この辺りで一斉駆除があって、で、ペットショップがエコリラからなくなったのに、今度、ステップガーデンにペットショップが出来上がったんですよ。だから犬とか猫とかを売って、命を売って、金に変えてる人間も、はっきり言って、信用できないですね。で、この辺りに、田王寺と岡場というこの1区間の駅の間に、
動物病院が4つあるんですよ。オンタリオペットクリニックっていうところ、まあ特に悪気があって言うわけじゃないんですけども、そこと、その、タオジ駅から少し北進清和台の方へ歩いていったら、ある右手の方にあの大きな、ペットのその診療関係の、そのペット関係の医療オンタリオペットクリニックもそう、そのなんていうんですかね、もう2階建ての、まあ、ガラス張りのものすごく大きなところで、それと岡場駅から、まあその有馬神社の方へ少し歩いていくと、大通りの方、まあ片道1車線ですけども、大通りとしましょう。でそこにも一軒あります。でその普通一つの駅の区間の間に3つもないんですよ、もともと。でどこがお金を流し込んでるのかっていうことですよ、結局。で、やっぱり普通そう考えるでしょ。そうじゃなかったら事業継続なんか無理でしょ。だけども事業継続してくれって頼んでないんですよ、こちらは。正直動物病院なんか本当は1店舗で良くなかったでしたか。それを無理やりペットショップ作ってどうにかしようとしていた、むちゃくちゃになりますよ、世の中で。もも動物病院っていうところが出来上がった。まあこれは誹謗中傷で言うわけじゃないんですけども、テレビ局の人間を使って利用しているのか、安藤ももというアナウンサーが現れたぐらいに出来上がってるんですよ。報道ステーションで安藤ももというアナウンサーは。で、そう、ぐらいでしか言えないです。どちらが先なのか。で、この間の日本テレビ放送網株式会社通称日テレの Going という番組で、番組の最後の方に、一時だけ、報道番組を流すんですけども、その時の女性アナウンサーの名前がなんとかモモっていうんですよ。普通名前でその果物のモモっていう名前つけます？今時そんな人も有名なんじゃないですか。襲って金儲けをする、偽名使う、手に負えないですね、本当に。この辺りだけで内科と、歯医者、個人開業医みたいなところですね、そういったところが10件ずつ以上あるんですよ。一区間の駅の間でですよ。どう考えても異常や。消費税になって跳ね返ってきてる、その辺のところの件で。で、やっと一件、歯医者が、まあ、建物が解体されて、まあ、別にその建物を、入り口をね、木の板でも打ち付けて入れんようにして、閉鎖しておくでもよかったと思うんですけども、現実はこうだよっていう、良い見せしめになりますから。まあそこは解体されて、その駐車場に変わってるんですよね。で、この間高等裁判所に提出した内容が棄却された時に、また医療業界の人間があふれ返ったんですよ。北進ビルの調剤薬局のところ、ちょっと前行った時、僕は、即時抗告をしてる時に見に行ったら3人しかいなかったんですよ、調剤薬局でね、勤務してる人間もう来てる人もガラガラでしたよ。それで良かったんですよ。
で、その即時抗告した内容が棄却された後、あふれ返ってるんですよ。薬が出てくるまでに1時間ほどかかってる。1時間近く。だ、大量の老人を流し込んでる。効かない薬のことはしっかりと私は言ってます。これは通報です。これは世界のどこかまともな政府が対応していただきたいし、なぜこうなるのか。まあ、棄却された文章は、ホームページに、アップロードしておきます。まあ、電波含めてね。結局一軒家の家買ったりするから人格破綻者になってるんじゃないですか。そこまでしてお金稼ぎに走るっていう、その本当に患者の老人の人が聞いてましたから、本当にこの薬いるんですかっていうこと、男性の方でね、ずいぶん前に、1ヶ月半ぐらい前かな、1ヶ月ぐらい前かな、それぐらいの頃に聞いてるんですけども、で、白衣着てる連中でしょ。白衣着てるっていうことは、本当は医者なんじゃないですか。医師免許。で、医者が溢れ返ってるから、調剤薬局に出回ってる。で、調剤薬局じゃない。調剤、薬局でいいのかな、結局、調剤所薬局でしょ、結局。薬局がもともと出来上がったのは、しっかりと効く薬を、例えば、熱冷まし解熱剤とかを普通の、薬局で買えばいいんですよ、みんな。家から近くであるところの人はね。そうすれば、診療報酬とか取られないでしょ。それみんなの税金込みなんですよ。もう髪の毛染めてる人間だらけ、この間行ったら。その、調剤所のところが。もう無理ですね、本当に。これ通報です。だから、警察官の中で善意のある方たちがどれぐらいいらっしゃるかで対応してもらわなかったら、もう僕一人で無理ですよ、本当に。会社の、この間のその訴訟で会社の登記簿を購入する費用と、交通費とコピー代だけで6万ほどかかってるんですよ、本当に。アート切って代。で、僕は、まあ、30歳前後の頃から、少しその手前の年齢の頃から、新聞全国紙5紙を朝刊夕刊ほぼ365日のほとんど、発刊されている日に、その要するに発行されている日に、日のものをね、見ています。その休刊日とかありますから、だこういう言い方にどうしてもなるんですけども、だけどもその精神病院の精子が生産されなくなる薬で総賞を取った方の例、確か見たことなかったと思います。国の凄まじい隠蔽体質を、これを脱却しない限り、もう医療業界だけで余計なお金の税金を毎年数千億円使われてますから、これしっかり計算したら簡単に分かりますよ。有馬警察署の人にも言いましたから、名前分からないですけども、宝塚三田病院だったら1ヶ月の入院で110何万請求かけてくるって。で、200床ほどのベッドでしょう。もう少し本当はあるかもしれない。で、兵庫県だけで32ぐらい、その入院施設付きの精神病院がある。ということは計算したら、兵庫県だけで大体1000億円。さらに通院とかさせて、さらに診療報酬、1回の診療報酬ってあれ5000円ぐらいかかってますから。で、あと、薬代、あれ、原価、その保険とかで引く前の金額聞いたらびっくりしますから。とんでもない横領罪。
一法律だけで物事考える人間が一番危険。普通に常識を持ってたら分かる。裁判所の裁判官も常識をお持ちですかっていうことを、被告人の人に言ってるところを僕傍聴席で見ましたから。で、池上彰のニュースそうだったかも、何回か再放送してるような気がします。どう思います皆さん。普通65歳になったら仕事を降りなきゃならないんですよ、本当に。で、60歳超えたら給与下げられるって聞いてます。私はもう早く合併させることですね、テレビ局を。ちょっと池上彰さんの年齢調べてます。何年ぐらい生まれなのか。ちょっと待ってください。ちょっと番組名で 見てしまったので出てきてない。ウィキペディアで見ないともいいですね。池上彰さんは年齢ごまかしてないと思いますけども、芸能人の人で今まで年齢ごまかす人いっぱいいたんですよ。で、池上彰さん73歳なんですよ。あ、僕と同じ8月9日生まれですね。1950年生まれの人ですから、第二次世界大戦が終わって間もない頃のことを知ってる人ですね。この人ももう今テレビ局にはいないかもしれないですね。その理事運動ももう降りていて、そうじゃなかったら若手の人に絶対仕事なんか回るわけないんですよ。65歳までに降りなかった。本当は60歳から年金支給されるんですよ。で、その金額を増やすのを増やすために65歳からの支給とかあるだけで、本当はそうなんです。一回法改正があったから本当に65歳からの支給とかで法律が変わったりしてるんですよ、本当に。だから法律の世界でややこしい動きがいっぱいあって、まあ、それでも、まあ、なんとか僕は自分のできる範囲で、物事前に進めれる部分は進めたいと思います。世界の5大問題プラス地震の発生の仕方についてのところを軸にして。その昔のニュースを放送してしまうと、映像とかを使うとね、それを放送した時にどうなるかまでにたどり着かないから、で、もうテレビ局が潔く合併するべきなんだと思いますよ。そうじゃなかったらもともと純利益出ない。昔から再放送を流してさも再放送じゃないかのようにそれでお金稼ぎしていました。で、 NHK も2チャンネルなんか作るべきではなかった。もともと12だったはずですよ、教育放送っていうことで。そんなにたくさんチャンネル作られたって、見てる方はどれを見れば本当の情報に行き着くのかっていうところにたどり着けない。こんなにたくさん番組作られたら、それプラス有料番組なんかもうむちゃくちゃすぎる。以上です。チャンネル登録と、まあ、僕の YouTube で、話してる内容できるだけいろんな方に伝えてください。あと、僕は YouTube にアップロードした時の、チャンネルの、通知の設定、もし分からなかったら、
販売店の方とか周りの方に、聞いてみてください。以上です。